ブリストルは、アメリカ海軍の駆逐艦、アレン・エム・サムナー級駆逐艦の一隻。艦名は1901年から1903年まで、北、大西洋艦隊最高司令官を務めた、マーク・ランバート・ブリストル少将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ブリストルは1944年5月5日に、カリフォルニア州サンペドロのベスレ・ヘムゾー所で寄港する。 1944年10月29日に、アウグスト・フレデリック・エバリー夫人によって、命名、浸水し、1945年3月17日に、KP レッツ中佐の指揮下収益する。収益後1945年6月13日に、サンディエゴを出港、新序湾に6月19日到着し、7月29日に、グアムに到着。 第30.8任務軍に交流する。同艦隊は第38任務部隊に対する補給広報支援を行うグループであった。8月5日にブリストルはアシュタビュラと衝突する。ブリストルは監視部分を損傷し、修理のためグアムに帰還。修理は9月1日に完了した。その後日本の占領支援任務に向けて出港する。 ブリストルの任務は1946年2月21日に終了し、3月15日にサンペドロに帰還した。1946年4月、ブリストルは東海岸へ向かい大西洋艦隊に合流した。東海岸沿いに活動を行い、1947年2月にイギリスに向けて出港、ヨーロッパ水域での巡航を8月まで行う。 1947年8月から1948年9月まで、ブリストルは大西洋での作戦活動に従事し、その後1949年1月までに止めのヨーロッパ巡航を行う。ブリストルは帰国すると予備役訓練艦に指定され、続く18ヶ月間にわたってルイジアナ州ニューオーリンズで活動する。 1950年の夏から秋にかけてブリストルはグアントナモアンで訓練を行い、その合間にカリブ海のいくつかの港を訪問した。1950年10月21日にブリストルは母港をニューポートに変更し、グアントナモアンで回復訓練を行った後母港のニューポートに到着した。1951年3月5日に地中海へ向かい、 第六艦隊との任務に就いた後、夏にニューポートに帰還した。10月2日に世界一周の巡行を始め、その後朝鮮半島で1951年10月31日から1952年2月27日まで活動した。その後スエズ運河と地中海を経由して、1952年4月21日にニューポートに帰還した。その後ブリストルは、 大西洋艦隊に所属し東海岸を呼び、ハリブ海、また第六艦隊と共に地中海で平時の作戦活動に従事した。ブリストルは第二次世界大戦の戦考で1個の従軍聖賞を、朝鮮戦争の戦考で2個の従軍聖賞を受賞した。1969年11月21日に、ブリストルは退役し、米海軍から除籍され、 同年12月9日には台湾に売却された。1970年2月5日フィラデルフィアより開港され、4月25日に左栄光に到着、台湾海軍に編入され、火曜と改名された。同時にイスラエルのガブリエル MK1 体艦ミサイルを搭載した。1994年4月に退役、除籍、スクラップにされた。ありがとうございます。